もリバランドコートです。さあ今日もやっていきましょう。ちょっとね、2日ぶりになっちゃったんですけど、いい超回復ができたということで、今日やっていくのは Twitter で見つけたんですけど、1日1分でお腹を引き締める全身を鍛える体幹トレということで、もうなんか全身を使う体幹らしいので、それやっていきたいと思います。1分。むずいな。うわ、これめっちゃ体幹つく。あっ、うわ、速っ、すごいな。え、この人体幹強い。なんかこれハードバージョンやったらしいっす。でもなんか1分間だからこそ、これちょっと2セットやってもいいのかなっていう、ただのプランクよりもいろんなものと組み合わせながら体幹を意識するっていうのをやった方が絶対走りにつながってくるんで、だって走るときこのまま走らないじゃないですか。腕振りながら、後半きつくなってきたときとかもいろいろありながらの体幹の強さが必要になってくるので、ちょっとね、いろんな動きと組み合わせながら体幹やるのも、その走りにつながるっていう意味ではめちゃくちゃいいのかなと思います。もうちょっと頑張りたいと思います。ではまた。2セットやってもいいのかなっていう、やんないですけど